小林遥アナね、あと TBS の。これもうすごいね。超セレブ男性とホテルで密着の現場撮りと。これね。だってさ、これも、まあ、デートしてるとこ撮られたわけだけどさ、六本木で。でさ、何がすごいって、その後よ。ホテルが出てきて、で、車寄せに止まってた車が真っ白なマイバッハって言うんだから。これ車詳しくない人マイバッハってなんじゃと思うかもしんないけど。まあまあそうだね。もうね、やばいよ。こんなの持ってる人、もう、何人しかいない。もう、もう、そうだよ、マイバッハはそう、もう、めったに。もう最高級車だからね。ロールスロイスを持ってる人で少ないんじゃない？そう、へ、で、同じ値段かそれ以上なのに、ロールスロイス、ロールスロイスより地味なのよ、ちょっと。そう。だから持つことがすごい逆に、そう。本当の金持ちっぽい。ロールスロイスってね、なんかバンと来て、ロールスロイスみたいな。ロールスロイスパッと来てほら、ね、ロールスロイスってなるじゃん。ロールスロイスロールスロイスロールスロイスみたいな感じですね。マイバッハはなんか、マイバッハいやでも本当そうなの。そうなの。そうなの。あの、分かる人にしか分からないから、本当の金持ちに感じる。そんなのにすごい金を使うから。分かる人にしか分からないような車に対して、うん、だってマイバッハのマーク分かんないだろ。え、ベンツのマークじゃないですか。ベンツじゃない。違うの。まあ、ベンツのそ、まあ、最高級なグレードなんだけど、うん、ベンツのマークじゃないの、うん、え、じゃないの。だから何の車かよく分かんない、知らない人は、うん、そうなのよ。へえ、うん、だからもうなかなかだよ。これはだから本当の金持ちだよ。すっごい金持ちだよ、そこら辺の。うん、小金持ちじゃないからね、これ。まあ、小林さんだと、あ、まあ、似合うっちゃ似合うんだよな、セレブが。マイバッハ。静かに来んの。ロールスロイスロールスロイスロールスロイスで、マイバッハ来た、マイバッハ来た、マイバッハ。すごいんだから。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。